参議院選挙、2度の参議院選挙で、衆議院選挙で、名護市長選で、名護市議会議員選挙で、すべて新基地建設反対、その人たちが勝ちました。沖縄、もう 74% の基地があそこに集中している。新たな基地はもういらない。新たな基地を作るな。それが沖縄の人々の民意です。でも安倍総理、言うこと聞かないですよね。ガン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 弾圧をしています。そして辺野古新基地建設させないために本当に頑張りたい、そう思います。辺野古と高江のリーダー、大好きな山城博司さん、リーダーが今100日ほど拘束をされています。家族も会えないんですね。接見禁止で弁護士しか会えません。それが今の現状です。そして彼は3つ目の被疑事実は威力業務妨害罪です。威力業務妨害罪何か、去年の1年以上前ですよね、1月にたくさんのブロックを辺野古のゲート前にみんなで積みました。それが警察もそれ見てたんですよ。威力業務妨害罪として、そして11月に逮捕起訴、逮捕拘留、ごめんなさい。そして12月に起訴になりました。1月にやったことを警察もみんなずっと見ていたて、ですぐそれは撤去されたのに、なんと12月になって起訴です。ところで皆さん、この共謀罪、組織的威力業務妨害罪も入っています。座り込みしよう、いやブロックを積もうか、みんなが話して、例えば ATM でお金を下ろす、 ATM でお金を下ろすなんてしょっちゅうやってますよね。でもその中の誰か一人が ATM でお金を下ろす、第三者を誘うとなれば組織的威力業務妨害罪の共謀、そして準備罪が成立をします。ものすごく早く成立をしてしまう。まだ座り込んでないんですよ。まだブロック積んでないんですよ。で、組合などがベベベベベベとチラシを貼る。これは建造物損壊罪と有罪になっているケースがあります。建造物損壊罪、未遂も予備も処罰をしません。でも共謀罪の中に入っています。そしたらチラシをベーッと貼ろうかって言ったらですね、建造物損壊罪の共謀と言われるかもしれません。また皆さん、公衆トイレに反戦、戦争反対ですね、反戦とでっかい字を書いたら最高裁で建造物損壊罪で有罪判決となりました。公衆トイレにいやらしいことを書いても建造物損壊罪にならないけれども、反戦って書いたら建造物損壊罪有罪となりました。何か皆さんたちが壁に戦争反対って書こうなんてやったら、話しただけで共謀罪が成立する、そのことが起きます。現代の治安維持法だと思います。治安維持法は団体を規制した、そして思想良心に踏み込んで、そういう団体を処罰をしました。一般の人には関係ありません、善良な市民には関係ありません。そう言って治安維持法はできました。でも6万7千人以上が拘束をされます。物言えない社会、戦争反対、そういうことが第二次世界大戦中は言えなくなっちゃったんですね。そういうことは本当にごめんだ、そう思っています。民進党の山尾志織さんが国会で質問をしました。組織犯罪集団、実は普通のNGO 組合や普通の市民の集まりでも犯罪集団に一変したら共謀罪の対象になる、それが法務省の答えです。でも一般人か一般人でないか、誰が判断するんでしょうか。私たちではないですよね。だって辺野古で高江でまさに、座り込んだり、あるいはブロック積んで威力業務妨害罪で起
基礎になっているわけです。だとすると私たちこんなことをやろうか、原発反対、座り込みやろう、そう言って共謀罪でもう一網打尽でグーのでも出ない、そんなことも起こりうる、そう思っています。皆さん共謀罪一緒に反対をしてください。共謀罪は共謀、予備、未遂、既遂、この順番でまだ話し合うコミュニケーションの段階で処罰をするものです。予備行為、準備行為といっても ATM でお金を下ろす、誰か第三者に話す、それで共謀です。皆さん Facebook や LINE でこうしよう、そう言ったって共謀になります。前共謀罪の議論で保坂信人さんが衆議院の法務委員会で、質問しています。共謀とは何ぞや、目配せも共謀になるというのが答弁です。目次の共謀もある、これが答弁です。死んでない限り共謀が成立しちゃうじゃないですか。その時死んでたとか言ったってダメですよね。目次の共謀も共謀罪、目配せも共謀罪、それだったら本当に困る、そう思います。皆さん捜査の方法も変わる、盗聴法も変わると金田大臣は答弁をしました。普通は犯罪って殺人が発覚した、あるいは強姦された、窃盗に遭った、ストーカー被害に遭ってから捜査が始まります。でも共謀罪は何か怪しいことを話してるんじゃないか、盗聴の対象、共謀罪が盗聴の対象になったら本当に私たちのコミュニケーションそのものが成り立たなくなってしまう、そう思っています。民主主義を壊す、人と人とのコミュニケーションを壊すこの共謀罪、小泉純一郎さんもストップをかけた共謀罪、これが国会に提出されないように大きな声を上げていこうではありませんか。共謀罪なんかいらない、治安維持法はたくさんのものを弾圧をしました。大本教も創価学会も、そして右翼も実は弾圧をされるんですね。権力闘争で権力機構の中も弾圧されたりします。はじめは、例えば国対誤字と私有財産の否定、その2つの目的が治安維持法にありました。でもこの国対誤字、例えば天皇制を思わない、例えば宗教者やキリスト者たちも弾圧をされました。そんな社会はごめんだ、絶対に共謀罪は拡張されていく、そう思います。皆さん私たちは自由な社会に住みたい、この社会の中で言いたいこと言っておかしいぞと言って、そんな社会で居続けたい、そう思います。大阪弁護士会はこんなポスターを作りました。共謀罪サンドレッドカードもういらないというポスター、もう一つ芝居たろかいてもうたろか、こんな何気ない大阪弁も共謀犯罪にというものです。あんなのなんかやっつけちまおうぜみたいなことを話していると、それも殺人や傷害の共謀罪と言われかねない。私たちは自由な発言は保護されるべきだ、そう思っています。皆さん今国会の会期中、そして政府は3月になったら共謀罪を国会に提出する、3月7日に決定し10日に閣議決定など言っています。今まだ本当に声を上げて共謀罪が国会に提出をされないように一緒にどうか声を上げてください。そして働き方改革問題あるぞ、あるいは今予算案を審議中です。防衛予算補正も合わせると5兆3000億円予算があります。あのガラクタオスプレイ17機も買う、世界中でオスプレイを買う国は日本以外にありません。アメリカからオスプレイ買う国は日本以外にないんです。横田基地に10機、普天間基地に24機、そして日本の自衛隊が17機買ったら
51機日本の空をオスプレイが飛びます。アメリカから高い武器を買う5000億円近く年間買っています。防衛予算の1割ですよ。そんなお金があるんだったら子どもたち、小学校、中学校、公立学校の給食の無償化4227億円でできます。今大学生の半分が奨学金もらってる。授業料高い給付型奨学金60億70億ぽっちり、まあ、始まっていいんですが、他の予算に比べたらなんていうの、オスプレイ1機あったらどんだけ給付型奨学金、返さなくても良い奨学金が作れるんでしょうか。どうか皆さん、人々のために、みんなのために、子どものために、未来のために、税金使え、そのことを一緒にやっていきたい、そう思っています。ありがとうございます。そして今月、まあ、2月24日には超党派の議員たちで4時ぐらいからどこか駅で強行債反対やりたい、そう思っています。2月28日1時から2時から行政交渉し、4時半から南西諸島、宮古島、石垣島から人が来て、まさに自衛隊配備とミサイル計画があるんですね。でもこれって結局標的に宮古島、石垣島、奄美大島がなる。与那国にも自衛隊がもう配備をされておりますけれども、こういう問題、高江、辺野古、高江、南西諸島への自衛隊配備とミサイル防衛も問題ありと、私たちを標的にするな、そんな声を石垣島、宮古島からわざわざ来て声を上げてくれます。現地で頑張る、平和が大事と思う人たちと手をつないでいきたい、そう思います。皆さん、どうして安倍内閣はこんな共謀罪をやろうとするんでしょうか。秘密保護法、そして戦争法、そして盗聴法の拡充、そして共謀罪、これはすぐに憲法を改悪するために、そのために人々が声を上げないように、人々が自由な声を上げないように、まさに共謀罪作ろうとしている、そう思います。共謀罪なんかいらない、自由な社会に住みたい、そんな声を本当に上げていきましょう。こんな政治変えましょう。最後に憲法9条、あ、ごめんなさい、戦闘といったら憲法9条違反になる、衝突というと憲法9条違反にならない、だから衝突という言葉を使うと憲法を理解しない。弁護士稲田朋美防衛大臣には辞任をしてもらおうではありませんか。そして共謀罪について聞かれたら10年間の議論を知りませんと答える金田法務大臣にも辞任をしてもらおうではありませんか。そして格差拡大し貧困を拡大する安倍内閣そのものに退陣をしてもらおうではありませんか。国有地をもう本当にもうただ同然で払い下げて、安倍昭恵さんが名誉校長をやる、こんなデタラメおかしいですよ。政治を私物化するな、政治を私物化するな、そう思います。政治はみんなのもの、こんな息苦しい社会もデタラメ政治もデタラメなお金の使い方も民主主義を破壊するやり方もやだ。私たちは違う未来を一緒に作っていきましょう。よろしくお願いします。聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。皆様ご清聴誠にありがとうございました。以上。